はい、どうも、滝藤の滝です。トイトイです。何言ってんのか、ちんぷんかんぷん倍速大喜利。倍速大喜利、さあ、説明してください、どうぞ。どう、まあ、倍速大喜利っていうことで、まあ、何が倍速かっていうと、お題出されるじゃないですか。はい。で、そのお題が、まあ、倍速、つまりこう早送りで再生されるお題を聞き取って、それに対して答えるっていう。お題が早送りで、そうそうそう、答えは普通に、もちろん答えも何言ってるか分からなくなっちゃうからね、うん、大丈夫、俺ら大喜利すらしたことないのに、いきなり難易度ペッて上がってペペペペペッて上がってまあでもこれは、まあ、聞き取れなくても、まあ、それに対して、まあ、なんとかかんとかこう解釈してで答えるっていう。面白ければ OK、 何でもあり、うん、面白いのが絶対。そう、まあ、まあ言うても大喜利なんで、面白い答えを言った方がいいよっていうおすすめ。言える、うん、言えるかな、怖くない、大丈夫、大喜利やったことないよ、だから倍速にする。じゃあやっていきます。ショーでも、この手が謎。はい、それでは第1問、はい、じゃあこれ聞き取ってください。今ので1個だよ。何回も聞いていいの？何回でも聞いていいよ。もう一回。これむずっ。そんなに？長いっすね。で、今のが3倍速。2倍速にしてみる。あり。ちょっとやってみようか。うん。友達が彼女の写真を見せてきたら全然可愛くなかった。なんてフォローする？あ、ちょっとわかりそう。じゃあもうダメだな。え？まあ分かるんだよ、友達が何選ばれるならなんて答える。そうだね、まあそこまで聞き取れてれば。はい、できました。はい、じゃあお願いします。お前それ新しくね。なるほど。じゃあちなみにこれなんて聞こえました、これ。いや、その、ちゃんと分かったのは、友達ほにゃららなんて答えるだから、うん、こうこうこうのこうこうこうなんだけどって聞かれたらなんて答えるみたいな感じかなと思って、うん、ってことはまあなんかちょっとボケてきたのかなっていう感じだから、面白い、新しくねっていう。なるほど、なんかボケてきた友達に対して新しくねっていう返しね。じゃあ正解は、友達が彼女の写真を見せてきたが全然可愛くなかった、なんてフォローする。フォローになってないからね、それ。友達が彼女の写真見せてきて、お前それ新しくね。ありじゃないっていう答えるよ。何がありなの。答えとして、答えとしてはありだよね。大喜利はできてるね。はい、じゃあ第2問。はい、次。もう一回、いくよ。ちょっとやりたくせん。1回だけ、1回に2倍速が欲しい。1回2倍速いくよ、じゃあ。住宅街を歩いていたら突然女性が降ってきた、どうする。結構今際どかったよ。はい、いいの、いい笑顔。どうでもいいわ。はい、じゃあ答えをどうぞ。あ、答え見せてからだっけ、問題文。そうだよ。ほんとにね、言い訳の前に行きます。はい。むしろ一緒にお風呂に入る。うわー、やるね。じゃ、聞こえたのは、その、どうすると選択が聞こえて、うん、その選択が選ぶ方なのか、洗濯物の選択なのか分かんなかったんだけど、まあそうだね。お父さんが娘の洗濯物を一緒に洗濯してきたらどうする的な感じで、まあでもそれ俺に当てはまんないから、めっちゃ臭いやつの洗濯物を一緒に洗濯してきたらどうするみたいな感じで捉えた。なるほど。まあ全然違うんだけど。なんで違うのかよ。じゃあ答えいきます。住宅街を歩いていたら突然女性の下着が降ってきた、どうする。洗濯でいいじゃねえかよ。うちと一緒にお風呂に入るってやばくない？うん、だやるなぁと思って、強者だなぁと思って。ド変態じゃん。はい、じゃあトイトイさん、はい、行きます。
回。はい。結婚式って聞こえる。お。そっからがわかんないな。2倍にします？いや、いいです。2倍にします。なんで？いきます。はい。結婚式でみんな伸びきり何が起こった？もしかしたら1倍でも難しい説があるかもしれん。滑舌的な問題で。できました。はい。じゃあ答えの方を。いや、これね、わかんないんだけど。そういうゲーム。牧師さんがちょいちょいカメラ目線。いや、でも、待って、結構面白いよ。結構いいと思います。あ、そう、うん、なんて聞こえた？ちなみに、結婚式で、みんな怒った。なんで？ああ、80点ぐらい。嘘、なんだったの？いきまーす。はい。結婚式でみんなドン引き、何が起こった？ドン引きね。ドン引き。ドン引きね。まあ、うん、僕さんのカメラ目線だったら引くわな。ちょいちょいですかね。気にしちゃってる一番。いいんじゃないでしょうか。じゃあ次いきまーす。はい。はい。もう一回。じゃあ2倍速で。はい。ああ、結構聞こえたわ。いや、わかんない。もう一回行くよ。うん。はい、できました、はい、では答えの方お願いします。かなー、これ螺旋岩入れ歯洗浄の巻。なんか方向性はそこまで間違ってない。間違ってんだから。もし俺この答え通りでそれが出てきたらバカやべえと思う。こいつは頭あとは終わったなって思う。え、なんだろう、なんて聞こえた？ナルトもいよいよ50周年サブタイトル。ああ、90点ぐらい。マジで？うん。嘘？めっちゃ惜しい。後半は全部合ってる。ナルトじゃない。何？名探偵コナン劇場版50周年タイトルは何？まあ、まず螺旋岩が出てこないからね。うわ、すごい。すげえ、びっくりした今。あー、それ後半合ってたんだ、ね、後半合ってる。ナルトかと思った。ナルトだったらそれで正解だったね、もう。うん、正解なのかな。答えとして正解じゃん。螺旋岩で入れ歯洗浄できるかなと思って。できねえだろ。いい部屋じゃん、ここ。あ、そう。うん。じゃあ、彼女と同棲してじゃなかったっけ？うん、そうそうそう。彼女どんな子？まあ、俺会ったことないよね。そうだね。見る？結構ね。ある？いや、可愛いっすよ。見る見る。見る？ちょっと待ってね。この子なんだけど。じゃあ、いきます。はい。じゃん。お前、それ新しくね？え？なんじは、この女を妻とし、良き時も、悪き時も、止める時も、貧しき時も、やめる時も、健やかなる時も、死が二人を若妻で愛を誓い、妻を思い、妻のみに添うことを、神聖なる婚姻の契約のもとに誓いますか？Okay.